ドクターナブの研究所。はいはい、どうもー。めちゃくちゃ久しぶりっぽいー。ナバドス。今日はですねー、1マス水槽、その作り方をご紹介していきます。はい。適当な場所に、いい感じのガラスブロックを、1マス浮かせて設置します。その下のところに、額縁をくっつけます。はい。そしたらそこに地図を、誰かいるの？よくわかりませんな。額縁の下に、チェストを置きます。そして、チェストの周りを、トラップドアで囲みます。あとは、この隙間に、お魚を入れるだけ。くっそー。ちょっと待ってね。ここはトラップドアじゃなくて、普通のブロックを置きましょう。よし。ここの隙間に、お魚を。はい。見事ガラスブロックの中に、お魚が入りました。これで1マス水槽の完成。すごいですなー。すごいですなー。めちゃくちゃ簡単なので、皆様も、作ってみてくださいな。まあ、Java 版しかできませんが、小スペースの水槽が作れますぞ。でもねー、よく見てほしいのですが、このお魚、泳ぎ回ることはできないのです。なんか切ないですな。そうだ。ここで釣りはできないのですかね。ちょっと気になりますよねー。おお、もしかして釣りができる？マジかー。皆さん、ここで釣りはやめましょうね。悲しい気持ちになります。くっそー。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。